投げまして11安打24奪三振で、ご覧のように関西出身です。ファールボールです。私立和歌山商業では甲子園の経験はなく、関西国際大学を経まして、でロッテ今年のドラフト4入団というこの増田、防御率が 0.76 です。5月は12試合自責点0です。小宮山さん、改めてどんな特徴、どこがすごいんですか？まっすぐからやっぱ力があるということと、はい、あとは同じピッチングフォームで、はい、キレのいいスライダーが投げれるんですね、はい、なのでバッターの方としたら、まあ、かなり打ちにくくはなってると思うんです。あとはもう本当に度胸がいいということで、この1点ですよね。あ、ここも落とすボールで三振。確かに真弓さんおっしゃるようにこう投げっぷりがいいというか、腕の振りがすごいですね。そうですよね、まあ、とにかくあのストレートに力があるというところで、バッターはもうストレートに合わせてくると思うんですけど、そこからやっぱり変化球落ちる球、これ投げれますからね、はい、